というような感じを受けましたよね。ここ中盤どう見ますか。はい、ちょっと今すごい歓声がすごいんでちょっと聞こえないんですけども、ここからもう一回立て直してもらわないと困りますね。いや、もちろんそうですよ、はいはい、だからやっぱり勝ち星がね、薬ですからね、はい、もうやっぱり常に落とさないことですね。そうですね、はい、大江戸から見ますと流れを断ち切って上位同士の対戦に向かっていきたい9日目。大阪でもこの動きには歓声が起きます。大関同士の一番、6勝2敗、西が琴奨菊、東はご当初、大阪出身5勝3敗の豪栄道、40代式守伊之助が大関同士の一番を合わせます。さあ右四つだ、防衛側の勝ち。琴奨菊は3敗目。勝負は一瞬でした。しかし差し勝ったのが防衛側。これで大関はいつでも3人3敗、星の差3つ。まあ豪栄道のあの右が入った時点で勝負ありですかね。そうですね、まあさっきも言ったようにこういうやっぱりこう展開になっていくんですよね。うん、潰し合いなんですね。そうなんですよ。ちょっとこの右の鼻集中があるいは一瞬途切れたのかもしれないなというところありますが、当たりはね互角なんですがね、はい、そうですね、これ右を差したまんまね、琴奨菊がガブって出ていきましたよね。やっぱりこう左が遊んでますよね。右を差して左前回しですと出ていけるんですけど、届かなかったんですね、はい、このもう押っつけたまんまこう出ていきますから、はい、腹が出ましてね、体が伸びましたよね。そうなんですね。そこをもう、まあ、瞬時に豪栄道がね左へかわしてね突き落としですよね。豪栄道が大関同士の一番勝って明日は稀勢の里戦です。琴奨菊明日は照ノ富士戦。琴奨菊にとっては明日また難敵が来ます、そうですね、これは楽しみな一番ですね。